ですね、結構もう本当に、うん、料理のこと考えてるのが多いんですよ。自然に別に嫌で考えてるとかじゃなくて、なので普通に生活しててもあこれとこれ合うんじゃないかなとかすぐ考えちゃうんですね。まあ変な癖なのかもしれないんですけど。小さい頃は何かの絵本でなんかカレーを作る絵本みたいのがあって、でそれで混ぜれば混ぜるほどカレーが美味しくなるっていうふうに勝手に信じ込んでいて、ちっちゃい頃ずっとカレーを混ぜていた記憶があります。紅葉とかで葉っぱの色とか例えばちょっと黄色とかオレンジ色とか赤とかああいう色が混ざったような色とかを見ると、ああいう感じのやつ何かできないかなとか思ったりします。何かに熱中するとすごくなんていうんですかね、突き詰めるというかなんですけど、あんまりこうなんていうんですか、興味を持たないものは本当に興味がないっていうか、まあ、ね、猫みたいな感じですかね。